そろそろ坂本さん、そろそろもっと面白いゲームしませんか。今僕の中で最も面白いゲームはこれなんだよ。世界で最も僕の中で流行ってるゲームはこのミドルゲーム。あれ、まさか僕好きなのか、あいつのこと。いや、なんかさ、ごめん、本当ごめんだけど、この真ん中のミノルすらもうご褒美に感じてきた。さっきさ、けなしてたじゃん、僕。なんかだんだんこいつでいい感じになってきた。早くもう一つのラストミドルまで。いけ！積み上がっていくぞ。積み上がっていく。待て待て、1ミドルずつ慎重に行こう。ここからのミドルは一つも無駄にできないのはもうさっき言った通り、一つ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 のミドル大事に使っていこう。一つ一つでいい。無駄なミノルは一個もない。ミノルは有限なんだから。もっと早い段階であいつとゲームをするべきだったよ。僕もミノルもさ、もう配信者人生的にはさ、残り何年あるかみたいな感じだからさ、一つ惜しいとすればそれだけだな。ミノルの缶バッジグッズ化しよう。え、ミノルに言えよ。なんで僕が作んなきゃいけないの。乗っ取られてんだけど、この、やめてよ。僕が作るものじゃないでしょ。完全乗っ取られてるじゃん、チャンネル。全部視聴者持ってかれそう。もう明日、ミノルチャンネルとなっても誰も驚かなさそう。うわー、なんだ、真ん中で断裂しちゃってるな。ただどうしてだろう、どこかミノル缶バッジを欲しがっている僕がいるのもまた。なんだろうな、配信者としてのその矜持とかプライドと、一視聴者としてのミノル推しの一面が、なフレイザードみたく、己の中で戦ってんだよね。だから困るんだよね、あいつと向き合うとき。ファンであり、ライバルであるのよ。そのなんかさ、水と油みたいな心が、あいつの前で保てなくなるわけ。だから、あいつと1ヶ月に1回以上のスパンでコラボしたら、多分僕どっちかに傾倒しちゃうと思うんだよな。いびつになるはず。思いが。そうすると僕の心がもうミドルで埋まってしまう前に、こういう予防策で、例えばこういうミドルゲームとかを一人でやって慰めるとか、そういうことをしていかないと、すでに心のバランス平衡が取れなくなってしまってるわけ。わかりますか？学会に出そう、この気持ち。今うまく言語化できたと思う。ただ盤面は崩れまくってるが、うまく言語化できた。今すごくな、自分で満足しちゃったもん。僕、思いを吐露できた。なんだろうな、満足感がすごいです。ちょっとだけ気持ち悪い。わ、学会出すわ。すごく今うまく言葉にできたな。後で聞き返そう。そう、この複雑な気持ちをずっと抱いているわけよ。
気持ち悪いから目を覚まして。まあでもね、思春期なんて気持ち悪いもんですから、やっぱ言語化は重要だよね。うーむ、いいぞ、よくやった、よくやった、よしよし、よくやった、よく、よいよい、この実りよい。流してって、アンビバレンスというやつですか。そうですね、アンビバレンス、意味なんだっけ。アンビバレンス、ブロマンスの発展系みたいなやつか。おほ、あるぞ。クリアしよう。もう気づけばこのゲームもう2時間近くやってるか。どうにかなってしまったのか。もしかして一番おかしくされてんの僕なのか。なんだ、気づいたらもう11時前かよ。マジか、お、時間経つの早いな。もしかして、え？一番狂ってるのは私か？もはや、埋もってしまっているのかもしれん。はい、僕らに2時間近く、ミノルのこれ顔を見続けてミノルのこと語ってんの？消していいか今日の放送。あとで、悶絶しそうなんだけど、僕、この放送の、あの、毎回の放送さ、見返してのさ、自分で。ちゃんと。でも今日の放送見返せないかもしれない。お、何言ってんだってなるかも。月の光の雫が、